ですが、はい、メヒカリとはどんなお魚なんですか、ね、あんまり聞かなかったりする人も多いと思うんですけども。そうですね、はい、メヒカリはね、太平洋側で取れる深海魚になります、うん、ああそうなんですね、はい、深海魚、深海魚、深海魚って何メートルから深海魚だと思います？へー、300メートルくらい。あ、いい線ですね。200メートル以下を深海魚の定義としては200メートル以下なんですけど、このお魚はあの200メートル以下、400メートルのとこで泳いでる魚なんですけど、うん、はい、あの愛知県の蒲郡市で、はい、取れたメヒカリを我々は加工しております。なるほど、はい、もう一番初めヒカリやろうと思ったきっかけとかもあるんですか？きっかけですね、はい、きっかけはですね、今僕の会社17年目なんですけど、創業間もなくの時にですね、はい、それこそ蒲郡市の仲買さんが、はい、あのうちの会社ですね、飛び込みで来ていただいて、あのメヒカリを持ってこれを売ってくれないかというとこがメヒカリとの出会いだったんですけど、まあ、僕自身も愛知県豊橋で生まれ育って、はい、うん、で隣町の蒲郡でこの魚が上がってるってことは全く知らなかったんですけども、うん、はい、そこがまああのこのメヒカリとの僕の出会いです。なるほど。実際食べてみてどうでしたか？そうなんですよ、食べてね、実はあのこんな美味しい魚がこんな近くで水揚げされてるなんて知らなかったという。そうで、これをなんかこう食べた時の感動と、うん、これをどうやったら世の中に伝えられるかなっていうところをすごく自分の中で考えて、はい、うん、考えた結果、僕はもう子供たちに食べてもらおう。おお、あの給食。そうなんですよ。学校給食で、はい、子供のうちに食べたらきっと大人になっても食べてくれるだろう。なるほど。そう思って、うん、このメヒカリを取り扱って学校給食に広めたいなと。その学校給食っていうのは愛知県だけではなく、もともとね、やっぱり愛知県でもなかなかその愛知県で取れてるっていうことはやっぱり僕も知らなかったですし、世の中の人も全く知らなかったんですよね。でまあ一生懸命こう愛知県で給食センターにこの魚持ち込んで、あの地産地消ですよと。実際に動いてか、そうですね、いろんな給食センターに行ってですね、栄養士の先生にメヒカリとはって説明させてもらってですね、その中でポツポツと給食で愛知県の中で取り扱ってもらえるようになったんですけども。もうそれは創業してすぐに動き始めたんですか？いやいやいや、あのそれこそ創業2年目ぐらいに僕はメヒカリと出会って、はい、そこから3年間はどこの実績もつかなかったですね。あ、とにかくもう配って営業するだけですね。へえ、そこからだんだんと出資されて、そうですね、本当にちょっとずつちょっとずつ出資されて、で唐揚げにしようと。唐揚げと、で唐揚げを本当自分は、魚を伝えるのは唐揚げが一番いいなと思ったんですけど、うんうんうん、あの栄養士の先生もやっぱりあのいろんな方がいる、その中でこのメヒカリ君のようにこうしましまの模様が見えるの嫌だなと。ああ、柄が嫌でっていう方も。そう、パン粉つけてくれないって言われまして、でメヒカリにパン粉つけて、あの唐揚げと一応フライという形で2種類給食センターに提案するようになりました。今でもどちらも両方出てます。へー、この目の前に唐揚げがあるんですけども、まず、弊社としては当然あのいろんなあのまず頭を落とす段階でもあるんですけども、はい、あのまっすぐこう包丁入れる方もいるんですけども、弊社もあの、うん、頭と一緒に内臓も取れる斜めに包丁を入れます。でその後、まあ、これちょっとね、味付けうちのオリジナルの味付けなので、はい、自分の中では世界一美味しい目光加減だと思って、はい、思っておりますので。じゃあまずはお酒持ってきて。何もつけないでそのまま召し上げてください、はいはい、あ、もう香りしてきました。いただきます。うん、ものすごい美味しいです。ちょっとおビールが欲しくなります。日本一美味しいメヒカリでございます。うん、すごいサクサクしてるんですけど。そうですよ、思った以上に柔らかいです。で、すごい身が締まってます。そうですね、ここまで行き当たるのいろいろ配合は変えてやりましたけども、やっぱりちょっと高温の油で揚げていただくと。うん、もう一個食べてみてもいいですか？もちろんです。いただきます。
価も高いお魚で、2倍って書いてありますよね。そう、ここに最初はメヒカリを伝えるツールがなくて、うん、で学校の栄養士の先生にどうやったらこのメヒカリ伝えられるかなと思ってこういうものを作って、あ、こういうの興味あります。そうで、カルシウムはやっぱワカサギ飛車物約3倍だよ、鉄分、あ、2倍だよって、鉄分はね、カツオマグロの2倍だよっていうと、なんかこうやっぱり、数字で表すと栄養士の先生も、うんうん、あ、そうなんだね、わかりやすいですね。そうなんですよ、理解しやすい、うん、ということで一応ねこういうものを作ってですね、メヒカリとしては栄養価が高いですよっていう話をしてですね、それも希少ですもんね。そうです。メヒカリってどんな魚？で、女性にもすごくいい、オメガ3っていう脂質のメヒカリ持ってますので。おお、そうなんですね。肌が綺麗になるという。そうです、一酸化炭素になっちゃうという。これ毎日食べないといけない。そう、毎日食べるとミス浜松になれるよっていう。